TCB チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。東京中央病外科仙台の安本です。よろしくお願いします。今日はですね、ピアスの開けた後のケアの方法についてご案内いたします。当院では、たくさんのピアッシングを行っておりますが、ピアスを開けた後にどういうふうに患者さんがケアしたらいいかというのを、どういうふうにご案内しているかというのを今からご説明いたします。基本的に、ピアスを開けた後に患者さんが、ケアすることっていうのは、不要です。逆にいろんなケアをしてしまうことが、ピアスのフォールトダブルの原因になるので、ケアをあえて何もしないっていう方法で、当院はご説明しております。まあ、この方法で年間何百例もピアッシングを行っておりますが、感染などのトラブルを起こしたことは今まで一人もいません。で、代表的なピアッシング後の、ケアとして、例えばですね、毎日ピアスのホールに消毒をするとか、お風呂の時にくるくるピアスを回すとか、前後にこう動かしてそこに消毒液を塗り込むとか、あるいはですね、仕事の時にちょっとピアスを外してまたつけるとか、常にちょっといじくりましたとかっていう方は結構いらっしゃるんですけど、それは全部、行ってはいけないことです。なんでかというと、例えば消毒に関してはですね、現代の外科学の、正しい傷の処置の仕方として、消毒を行うってことは、いけないことになってるんですね。傷に対して消毒を行ってしまうと、正常な自分の免疫細胞まで、やられてしまって、かえって、ばい菌が入りやすくなってしまいます。なので消毒を行うことでかえって感染の確率を上げてしまうので、消毒は行わない方がいいことなんですね。あとはですね、くるくる回したり動かしたりすると、せっかく、傷が治りかけているのに、またそこの傷に貼ったですね、かさぶたを剥がしてしまうことになるわけですね。そうするといつまでたっても、ピアスのホールが完成しないとか、そこから汁が出てくるなんてこともありますね。あと安定してないうちに外してしまうことは、最もやってはいけないことの一つです。で、外してしまうことはやっぱりその傷を貼ったかさぶたを剥がしてしまうということになりますし、また再挿入するときに血を出血してしまうとか、ばい菌が入ってしまう元になりますので、一度ピアッシングを行った場合、そのまま外さずに、1ヶ月間つけっぱなしにするというのが、正しい、ケアになります。できるだけ、ピアスをいじらないようにしていただいて、そのまま、放置するというのが、術後の、新しい過ごし方ですね。まあ、こういったことをですね、守れないと、例えば、ホールから感染が起きて、ピアスの周りが腫れてしまうとか赤くなってしまう、あるいは膿が出てくるなんてこともありますし、血が出てしまうってこともあります。あとはですね、常にホールがジュクジュクした状態だと、そこにですね、まあ、特に18禁のピアスとか、混ぜ物がしてあるようなピアスを使っている方に関しては、金属がですね、溶けてしまって、免疫細胞に感化されてアレルギー反応を起こすことがあります。まあ、それが金属アレルギーの原因ともされていますね。なので、まあ、正しいケアを行わないと、逆にいろんな自分で誤ったケアをしてしまうと、感染や、まあ、出血、あるいは金属アレルギー、またはいつまでたっても包囲感染しないなんていうトラブルのことになりますので、まずは、医療機関で開けて、特に何もしないっていうのが大切になりますね。最後にまとめると、ピアッシング後の、正しいケアは、消毒や回したり動かすなど、行為は一切控えていただいて、
何もせず1ヶ月間放置してもらうっていうのが最もホールトラブルが起きない方法だと考えておりますので、